あ、なんかまた白くなった。どうも。初めて延長っていうのこれやってます。もう遅いからね、眠いって人は全然寝てくださいね。全然私は暇なので。こんばんは。こんばんは。あ、おかえりなさい。ただいま。ただいま。あ、おかえり。こんばんは。また来ました。ありがとう。でも、さっきと変わらないよ。何分やりますか？何分やろうね。まあでも、さすがに。日付変わる前には、やめますよ。みんな、まあ、さすがにね、申し訳ないか。おはよう、おはよう。おはよう。ただいま、おかえり。ハロー、ハロー、ここばんは。来たよ、いらっしゃい。ママ。ママ？声優業界っていつもおはようなのは本当ですか？うん。おはよう、おはようございますって言って現場入りますよ。でも、どんなお仕事もそうじゃない？コンビニとかでもそうじゃない？私、セブンイレブンでアルバイトしてた学生の時も。初めてこう、アルバイトっていうのを人生で初めて経験する時に、当時店長さんから、おはようございますってこう入るとき挨拶するんだよって言われたときにちょっと違和感はあったけど、あ、社会人的には普通なんだなと思ってね。そうだよね。だから声優さんのお仕事でもそう、一人で例えばゲーム収録の時とかでもおはようございますって言って言うよ。あ、でもすごい、2000人くらいの方が。ありがとう。お手紙送っていいの？あ、なんかね、いろんな方からその質問、確かにね、今ね、お家にいなきゃいけない期間とかって言うから。全然、送っていただけたら、私の手元にはちゃんと届くので大丈夫ですよ。あさってからフォークリフトの免許取るのに。お、え、頑張って。応援してますよ。シグナル100のナレーションやってますか？はい。お手紙送ったらお返事はする方ですか？うんうん、お手紙はね、基本お返事できないの。だから、でもちゃんと見ているよ。明日研修です。すごいなんか点点点がすごい気持ちを物語っている。大変だよね。ちょっと明日になるのが嫌だなって感じなのもちょっと気持ちわかるけど、頑張って。私ね、毎回新しい現場の前の日って寝れないんだよ。別に憂鬱とかじゃなくて緊張しちゃって。頑張ってね。クラス外で好きな子と離れたよ。マジか。今日実の母に小原さんに似てるって言われてめっちゃ嬉しかったです。本当、喜んでくれてるならよかった。本当に何かの機会に会えるといいね。かんぽ生命の CM、 あ、
明日職場に新しい人が来ます。ぜひ温かく迎えてあげてください。初めてこう現場にお仕事に参加される方って緊張してるはずだから。なんかさ、尊敬してる声優さんとか好きな声優さんいますかって質問すごいいただくんだけどね、どの方も素敵だからね、選べないんだよね。マイナンバーやってますよ、マイナちゃん。今頃だけどアンパンマン見ました。ありがとう。1年半ぶりくらいに現場にお邪魔させていただいたんですけど、ねすごいの、最近ね1500回を迎えたじゃない。で、私出させていただいたのが1499回目だったんだけど、そうで1500回迎えて、戸田恵子さんがコメントされてたけどの中に書いてあったんだけど、現場に入るとラジオ体操が始まるの、アンパンマンの現場だから、みんなでこうやってやってた。そう、すごい、だからなんかあったかく迎えてくださる現場だから、もう皆さん先輩なんだけど、緊張はねもちろん吐きそうなぐらい緊張していったんだけど、すごい素敵な優しい先輩方ですよ。ココちゃん大好きです、応援してます、ありがとうありがとう。怒ってしまわないコツはありますか？でもね、私も昔は特に10代とかは怒りっぽい時もあったし、弟にも普通に怒ってたけど、やっぱね、あ、なんかさっき年だなって年齢を感じることってありますかって聞いてくれた人いたけど、あんまり怒らなくなるよ、年齢を重ねると。で、まあ怒るのがもう、怒る気持ちをこうセーブする癖をつけると意外と収まるかな。答えにはなってないけど、し、私本当に怒ると喋らなくなるんだよね。まあそんなことめったにないけどね。そうね、怒るのしんどいよね。まあなんかそう、怒るのが無駄だなって、なんかせっかくってか、怒るんだったらもうちょっと違うところに気持ちを向けたいって思うから、そっちの方向に切り替える。最近だとさ、みんななんかこうお家にどうしても極力いるようにするからさ、おのずとこうストレスもたまるじゃない。だからこうピリピリしがちだけど、みんな一緒だからし、むしろね、なんかありがたみをこう感じるよね、今。そんな中でも一生懸命働いてくださっている方って、そうだから、特にこうなんだろう、配達員の方とかさ、スーパーの店員さんとかさ、ドラッグストアの店員さんとかさ、なんか交通機関の方とかさ、もうなんか、まあ、それ以外もたくさんお仕事されてる人多いけど、もうありがとうって気持ちでお買い物してね、みんな。おすすめのストレス発散法、何するかな。母親に電話するかな、私の場合は。製造業も大体仕事してます。そうだよね、そう。
そうだよね、ありがたい。スーパーめっちゃ混んでて大変です。大変だよね、頑張ってね、ありがとう。ココちゃん鼻歌歌ったりするんですか？鼻歌より独り言が多い私は。ココちゃんは母親に？父親に？顔はね父親になんだよね。ただ最近は母親に似てきたってよく言われる、親戚のおばさんとかに。喋り方とかも母親に似てるし、なんかってよく言われるかな。ただ顔はパパに似てるんだけど、私のパパはねこう鼻筋がこう綺麗なの。だから私はどうしてかなんかこう滑り台のように鼻が低いからなんでこの遺伝ないんだろうって思うけど、まあいいや、大事にしようって思ってます。甘いものとしょっぱい系どっちが好きですか？しょっぱい系？いやでも両方好き。あ、今冷蔵庫に生クリーム入ってんの。だから今度泡立て器でこう泡立てて、なんか なんだっけな、イングリッシュマフィンとあんことホイップクリームで食べようかなって思ってる。あれめちゃめちゃ美味しいよ。お菓子作りとかしますか？全然しないよ。さ、なんかさ、バレンタインの時期とかになるとさ、まあ、業界でよくあるあるなのは、いろんなところでこうデパートとかで買ったチョコレートをこう現場に持って行ったりとかってよくあったり、いただいたりすることもあるけど、なね、なんか作るってことはめったにない。作ったのは魔法陣ぐるぐるのイベントの時に、出演者とかスタッフの皆さんへって言って魔法陣をチョコペンで描いたクッキーを現場に持ってったりとか、なんかそういう感じかな。前にアイシングクッキーとか作ってたよね。あ、そう、あのね、学園ベビーシッターズって作品に前出演してたんだけど、その学ベビーチームでこう LINE グループがあるのね。でそれでみんなで作ったりとかする。だいぶ前だけど。紫外線カットの丸メガネって今でもありますか？あるよ。あるかな。あ、あった。これのこと？これ、これお外出るときつける。あとは家の中とかだとこっちのなんかブルーライトカットするやつかけたりしてる。あ、学ベビ見てた？ありがとう。何でもすぐ出てくるな。いや、自分でも今思った別になんか全部のものが手に届くところにあるわけじゃないんだけど。老後にやりたいことは、のんびりしたいかな。いや、もちろんその時お仕事ができていればそれはそれで幸せだし、もうね、普通が一番だよ。言えば何でも出てきそう今会いたい人は？家族かな。まあお休みの期間もあったから帰ろうと思えば帰れたけど、極力こうお家にいなきゃいけないなと思ったから実家に帰んなかったのね。一人でいたから。だから
実家に行きたいかな。小原さんは髪ショートにしたことありますか？あるよ。でもだいぶ前、19の時とかかな？ん？もうちょっと前か、18の時かな。カーネリアの指輪どこの雑貨屋にも売ってなくて悲しいです。あら、まあなかなか売ってないよね。アジアン系のお店だと、なんだろう、チャイハネだっけ、とかマライカとか、あのなんだっけ、中華街とかにあるお店とかにも似たようなのあると思うよ。偶然だけど、いつもお願いしてるネイリストの矢野さんとね、この指輪お揃いなんだ。2500人見てる、ありがたいね。髪染めてますか？染めてますよ。ちょっともうだいぶなんか茶色が明るくなってきちゃった。前にドラマに出てたのは本当ですか？うん、事務所が前は声優事務所じゃなくて、そういう映像系の事務所にいたので、そういうお仕事もちょこちょこっとさせてもらってましたよ。小原さんを一文字で表したら、え？丸？わかんない。あ、ね、井口さんもね、矢野さんのところにネイルしに行かれてるみたいで、井口さんはワンちゃんを愛しているからね、可愛いよね。見てますよ。丸って言ってめっちゃ笑ってくれてる、みんなありがとう。なんか丸って平和な感じしない？そう、丸、その顔のことも言った。あ、でもなんだ、今更だけど月かな、月もご縁が結構あるからって思ったりする。でも丸かな、まん丸い気持ちで生きていきたいね。何の、え、普通にカフェオレを飲んでいますよ。牛乳を渡しました。12時ぐらいになったら終わりますね。小松さんとのドライブのエピソードありますか？そうだね、去年スタプリの収録を終えた時に、現場から駅まで小松さんが車で送ってくれたことがあって、イベントでも言ったけど、めちゃめちゃ運転がね、丁寧というか、なんか乗ってて気持ちいいのね。なんかいいな、なんかちょっとなんか彼氏になった気分だった。そう、だから5人でお話ししてたんだけど、ただあの5人の中で唯一車運転できるのが小松さんだけだったからね、5人でドライブしたいねとかって話をしたり、ただ小松さんだけに運転を任せちゃうとそれも申し訳ないなって思ったりして、水曜日の夜遊びに出てください。あー、見ているんです。発表になった瞬間、イエーイってなって、そう、夜遊び見てる見てるね、行けたらいいな。最近免許取れました。え、おめでとうおめでとうおめでとう、私は免許持っていないよ。
喉のケアはどのようなことしてますか？プロポリススプレーか白湯を飲みます。何曜日が好きですか？土曜日？わかんない。直感。エイタソの YouTube 見てますか？見てる！めっちゃ面白いよね。あれ、つぶきちと、つぶきちが大好きなんだっけ？めっちゃわかる。かわいいよね。風邪をひくことありますか？あるよ。し、この仕事を始めて体調崩したことはあるけど、あのね、すごい運がいいことに、なんか体調、本当になんか寝込むほどの体調を崩すときは、なんかね、だいたい仕事がしばらくないとかっていうタイミングで体調崩したりするんだから、多分気を張って寝てる状態から突然こう気が抜けるから、それで多分なるんだろうけど、だから仕事に支障が出たことはね、ない、今まで、今んとこなくて、だからよくなんか、例えばその体調崩した時とか、あとよくあるのが目覚まし時計をかけるの忘れてたんだけど、家を出る2時間前にハッと起きれた時とかは、支度してバタ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 しながら、よく起きた、よく起きたよっていう言う。やばいやつでしょ。気が抜けた時に体調崩れるのあるあるですね。やっぱみんなもそうだよね。独り言の癖がすごいでしょ。そう、こういうとこなのよ。小原さんはアニメ、小原さん自体はアニメとか見られますか？自分が出ているアニメはと、こう完成したものがどういったものなのか、やっぱり見る必要があると思うしと思って、もちろん見ますけど、それ以外にも気になったアニメを見たり、あとアニメよりは昔のドラマとか映画を見る方が多いかな。あおちゃんと仲良すぎですね。いいでしょ。落ち着いたらうちにお招きしたいんだ。特に一昨日は体調悪かった。でも今はなんとか無事。あ、よかった。昔のドラマって何見るの？好きなドラマ何度も何度も見ちゃう。すごい好きなのは、ちょっと重い話で前も話したことあるけど、それでも生きていくっていう、瑛太さんと満島ひかりさんが主演のドラマなんだけど、話はすごく重い話なんだけど、すごいね、 お芝居がかっこいいんですよ、リアルで。あとはプライドとかオレンジデイズとか、いろんなの見るよ。なんか別に特にこういう系統がいいとかっていうのはないかな。あ、そうだ、それもそう、ランチの女王、ランチの女王大好きなの。ランチの女王を見て、あとは同じくらいのタイミングだったかな、それより前だったかな、小学校の学芸会でスイミーをやって、お芝居楽しそうと思って興味持ったからね。
あの竹内優子さんがすごい美味しそうにオムライスとかランチを食べるのよ。あの姿見て惚れちゃってね。ずっと竹内優子さん大好きだし、笑顔って素晴らしいって思った。そう、もうランチの女王好きすぎてね、サントラ持ってますよ。あ、花より団子ね、懐かしいね。見てたよ。あ、うん、ウォーターボーイズも見てた。好きな YouTuber は？好きな YouTuber、 固定だったら瀬戸康史さんが好きだから、私もプーンって言ったりするし、あとはなんかインテリアをこう紹介して、人とかも別に出てこなくて、お部屋のこうお部屋だけを見せてくれる、いろんな方のお部屋が見られる、なんかそういうページがあったりするから、そんな見たりするのと、あとは音フェチなので顔はこう出さないで、出ても口元ぐらいしか出ないけど、そういう音フェチの動画とかも見るの好き。香取慎吾さんの最有機大好きで見てた見てた見てた。すごい瀬戸さんのあのいっぱいコメント、瀬戸さんに向けて、まあ、瀬戸さん面白いよね。才能にあふれた方で、ぜひね、まあ全然違う世界で働いてるけど、ご縁があったらお会いしてみたいなって思うぐらい。あ、そう、私もじゃあのーっていう。好きな焼き鳥、ネギ、ま、あと、うん、皮。のぶたね、見てたし、最近ね、やってるよね。すごいなんか懐かしいな。500円玉貯金はしてますか？してるよ。今ね、たまってもう500円が入らなくなったの。だから嬉しくって。あれって銀行に持ってくと入れてくれるのかな。そう、10万円ぐらいたまったから、何に使おうかなって思ってるよ。砂の器懐かしいね、見てたよ。銀行の窓口に持っていけばいいですよ。あ、本当？ありがとう、持ってってみるよ。ちょっとお腹鳴った。お腹空いてんのかな。小原さん、ハロー。海外の方かな、ハロー。年上派？年下派？それは恋愛ってこと？関係ないんじゃない？あんまそんな考えたことないよ。食べちゃおう。あ、お腹空いたって。じゃあ食べよう。出会いを求めてますか？求めてるように見える？今求めてないよ。お仕事楽しいもん。めいちゃんの羊、懐かしい。こんにちは。あ、こんにちは。今から参加してんのかな。こんにちは。
極戦ね、懐かしいね。あ、みなみくんの恋人、あ、うーん、なんかさ、最近さ、昔流行ったあのキャラクターとかを振り返ってスマホで見てたんだけど、この前インスタのストーリーにあげたけど、あまぐりちゃんってキャラクターがすごく好きで、確かね、みかん坊やとか、あと今だとあのリラックマをあの書かれてる方だったと思う。違ったらごめんね。そう、みかん坊やもあったけど、あまぐりちゃんが本当に大好きでね、うん、本当に知らない人は何の話やって感じだけど、焦げパンとかさ、あとなんだ、にゃんにゃんにゃんことか、そう、なんかそういう小学校ぐらいの時に大好きで、いろんなグッズ集めてた。ねえ、焦げパン懐かしいでしょ。声優さんも YouTube 始めてる人多いですよね。ココちゃんもしますか？うん、ここ私は始める予定はないです。ち、Twitter やらないのって聞かれるけど、 Twitter もやる予定はないです。私はインスタ一本で行こうかなって思ってます、今後も。好きな小説はありますか？吉本バナナさんのキッチンと、あと恋愛時代っていう小説があるんだけど、それはすごく好きかな。ジブリ作品では何が好きですか？もののけ姫。他の作品も好きだよ。ただ初めてもののけ姫を見たとき、あれ97年公開だから、当時ね、4歳5歳ぐらいだったので、映画館で見たときにやっぱり幼い状態で見てるから怖いっていう印象があったんだけど、だけどこう、まあどのジブリ作品もそうだけど、年齢を重ねるにつれて見方がどんどん変わってっていうのをすごい一番感じる作品だったから、だからすごい好きなの、もののけ姫。いつからココちゃんですか？どういうこと？そう、メッセージ性強いよね、もののけ姫。まあ、うん、他のも、他ので好きなのなんだろう。おうちゃんが好きって言ってたけど、耳をすませばとかもすごい好きだし。あ、ラピュタも大好き。魔女の宅急便もいいよね。まあね、いいよね。このみさんとお呼びすればいいのか、ココちゃんとお呼びすればいいのか迷います。なんかココちゃんって呼んでいいですかって人もいるけど、全然呼んでください。幼い頃からココちゃんって呼ばれてたんですか？いいえ、小学校の時は何だったっけ、コナって言われてた。コナって言われてて、まあ、中学校高校ぐらいになったら普通に下の名前でコナミとか言われてて、私の名前は漢字で見るとさ、小さい原っぱに好きに美術の美ってさ、普通に読んだら小原よしみさんとか小原さんとかじゃん。だからなんだろう、初見で小原好みって読める人はまずいないと思うから、だから名字と名前から頭文字取ってココちゃんってやったら、え、この名前で
ココちゃんってなんでってなって、そこからああ小原好みって言うんだってなるかなと思って、あと親しみやすさが出るかなと思って。あそう、コノミンって呼んでくれる人もいるよね。全然嬉しいよ。娘はココちゃんと一字違いです。ああらわー嬉しい。なんか僕も最初は小原だと思ってました。小原だと思ってました。うん、普通は間違えると思うよ。全然いいんですよ。ちょっと前に誕生日一緒だって知って嬉しかった。ほんと？初めてのイベントでココちゃんと決めてたんだよね。嬉しい。話が合うよきっと。小林好美さん、あ、コクレイディオ限定ですよ。私の飼っている犬もココちゃんです。あらわー、だいぶやんちゃでしょうよ。小原よしみさんだとおゆちゃんですね。あら、確かに。人生の意味は何だろうか。それはずっと考え続けていくことになると思うよ。どの人も正解が今の段階で見つけられた人はすごいと思う。いつかお渡し会でお話してみたいです。そうだね。全然あのこのままだから、まあ、お渡し会って時間限られてるけど、ぜひお会いできたら、お話できたらいいね。仕事なので寝ます。おやすみなさい。おやすみ。小原さん時計見て、ああえもうそんな時間。本当だね。あじゃあ終わらした方がいいかしら。お渡し会行っても緊張で話せない。いやそうだと思うよ。いいんだよ緊張してたって。なんかうまく話せなくてごめんなさいっていう人もいるけど、全然そんなことないから。本当に、うん、あ、寝たい人は寝てね。そうね、あと2分ぐらいだね。お渡し会ってどんなことするんですか。例えば私が今までやったお渡し会は、その作品のポストカードみたいなものをどうぞってお渡ししたタイミングで、だいたい1人10秒から15秒ぐらいの短い時間なんだけど、その間にこうお話できるの。そうだね、まずはね落ち着いたらだね。スクショタイム？スクショタイム？うん。え、あ、はい。もういいかな。もういいかな。はい。こんにちは。今来たの？もう終わらせるよ。またなんかタイミングがあったらやりますね。まあ、5万人とか、あとは、うん、なんかのタイミングにやろうかな。うん、じゃあ明日お休みの人もいるのかな。あ、でもいない、月曜日だからいないか。まあ、いるかもしれないし、お仕事とか学校の方
頑張ってね。私も明日お仕事あるから頑張る。頑張るよ。またインスタライブお願いします。分かったよ。応援してます。ありがとう。早く5万人いってほしいな。ありがとう。うん、あ、お休みって人もいるんだね。じゃあゆっくり休んでね。じゃあ日付変わった。しかも1分過ぎちゃった。ごめんなさい。じゃあまたね。またね。あの、寝よう、ね、寝よう。ゆっくり休んで。受験勉強頑張って、頑張って、頑張ってね、みんな。うん、私も頑張る。ありがとう。いい報告できるように頑張るし、いい報告実はできそうかもしれないんだ。待ってて。じゃあまたね。おやすみなさい。すごい、2600人以上の方が見てくださってありがとうございました。またね。おやすみなさい。